スペシャリスト最終章殺人トーナメントの標的は拓磨、妻との永遠の別れ、草薙剛扮する拓磨義人の別れた妻である紺野真昼演じる室町都がなんと毒殺されてしまった。まあそれにしてもあまりにも唐突な展開で結構話についていけないっていう視聴者も多かったはずね。特に今回の事件の黒幕と目される上川隆也扮する完全犯罪の脚本家こと相模若宏が初登場した2014年3月8日放送のスペシャリスト2を見ていないとなかなかピンとこない。うん、ということでスペシャリスト2のあらすじに関してネタバレありサイトの記事によると、ある日拓磨と姉小路は街角に貼られた奇妙なステッカーの話を聞く。ステッカーには先頭にアルファベットが記載され、その下に5つの数字が記されている。しかもこのステッカーは複数種類あるらしい。ステッカーに興味を持った拓磨たちは早速現場へ。すると放火の現行犯に出会う。放火犯の正体は池本なる男性。特に動機について語らない彼を見た拓磨は何やら考え込む。続いて別のステッカーの現場へと向かった拓磨たち。すると今度は不法侵入の現行犯に出会う。これまたその場で逮捕することに。一方松原と堀川はステッカーが貼られた現場で住人である山中から落書きが横行しているとの話を聞く。ひっきりなしに別の人間が現れては落書きを繰り返し止まらないらしい。これを聞いた拓磨はこれ考えた奴は相当やばいなとつぶやく。拓磨はどうやらステッカーの意味に気づいたようだ。拓磨によればおそらく京都の街角に 5×5 枚存在しているらしい。全5種類の可能性があるという。拓磨の指示で姉小路と松原が残る2種類を回収に向かう。すると松原が向かった先では露出鏡が出現。さらに姉小路が向かった先では身元不明者の死体が発見される。これを受けて拓磨はステッカーの意味を明かす。ステッカーのアルファベットは R、E、M、C、I の5文字。これを配置されていた順に西から並び替えると CRIME、クライムとなる。つまり犯罪だ。さらにアルファベットの下の5つの数字、それは最小77から最大で263となっており、刑法77条から刑法263条までを示す。つまり犯罪の内容を指し示しているのだ。さらにこれは京都の町に5番目上に対応しており 5×5 で並んでいる。例えば姉小路が発見した死体の場所は I の上から3番目の数字199でちょうど中央部分にあたる。刑法199条は殺人罪だからこそ死体が転がっていたのだ。同様にステッカーの数字と貼られた場所が対応し、それぞれの犯罪が行われていたという。拓磨は断言する。これは犯罪ビンゴに違いないと。それぞれに対応する内容を実行し、縦横斜めを揃えると何か得点がもらえるのだろうと語る拓磨。そしてついに犯罪ビンゴのサイトが存在することを突き止める。なんと達成した際の得点は賞金1億円であった。単なる愉快犯ではない。何者かの意思を感じ取る拓磨だが、それから情報屋を訪ねた拓磨、彼によればこんな大掛かりな仕掛けをするのは脚本家ぐらいだという。脚本家は犯罪プランナーとして名を馳せる人物。しかも拓磨に関わりが深い。つまり現役の受刑者だったのだ。こうして拓磨は再度古巣である滋賀中央刑務所に潜入することに。過去のデータから脚本家の正体を突き止める。元捜査一課刑事の相模若宏、15年前に退職以来犯罪を創出することに情熱を燃やしているらしい。ふん、ということで拓磨と相模の対決の火蓋が切って落とされ、一応この事件に関しては決着を見るんだけど、なんとそれからスペシャリスト3にも相模は登場。うん、さて果たして
今回の殺人トーナメントも、さらに室町都毒殺も相模の脚本だとして、その真の目的とは我々との関連性やいかにね、ということで、とにもかくにもスペシャリスト、最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。